こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年1月に防衛省が公表した中期防衛力整備計画において、105機という大幅な追加が決定したものに次期主力戦闘機である F-35 ステルス戦闘機がある。日本が導入するのは F-35 戦闘機のシリーズの中で通常の滑走路での使用を行う A 型と短距離離陸垂直着陸が可能な B 型という2つの機体に分かれている。今回の中期防衛力整備計画はの期間となっており、この中で A 型が27機、B 型が18機の計45機の調達が決定され、ここで1機あたりの単価は約116億円に相当する。ただ、これはあくまで中期防衛力整備計画で示された。F-35 戦闘機の機体費用を単純に割って算出したものであり、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型の方が高額なことは確かだろう。2018年9月時点ではアメリカ国内における A 型は約97億円、 B 型はおよそ 1.29 倍の約125億円と1機あたり約28億円ほど割高となっており、同様の傾向が日本にも当てはまると思われる。それでも、目安として日本が購入する F-35 戦闘機が、1機約116億円だと考えると、同じく KC-46 空中給油機が約249億円、P-1 哨戒機が221億円と、特殊な航空機は軒並み高価だとわかる。さて、F-35A ステルス戦闘機だが、実は2019年になり好調な西側諸国での導入が功を奏してか、アメリカでの価格が1機約82億円まで下がることが明らかとなった。とはいえ、すぐにここまで下がるというわけではなく、ロット11と呼ばれたもので約97億円だったコストが、その3ロット後にようやく82億円まで引き下がる段階的なものだ。それでも現在でも日本の航空自衛隊の主力であり、国内でのライセンス生産であった F-15 戦闘機が約100億円前後だったことを考えれば、かなり割安とも感じられる数値だ。ことに F-35 戦闘機は現在のステルス戦闘機であり、いわゆる第5世代と呼ばれる世界でも指折りの最新鋭機である。点を考慮すれば、劇的なコストダウンと言えるかもしれない。また、日本においては、これまで F-35A 戦闘機の国内組み立ては廃止し、完成品をアメリカから購入する方向で動いていたが、こちらも2019年12月に継続の方針だと報じられた。これもコストダウンのために購入すると、アナウンスされていたものだったため、作業工程の見直しなどでさらに削減可能とのめどが立ったことは好ましい傾向と言えるだろう。ただし、懸念材料としては F-35 戦闘機は有償軍事援助と呼称される制度の下での購入が前提となっていたため、これにアメリカ側がどう対処してくるかの問題はありそうだ。また、スペアパーツなどの機体整備に必要な部品類も、アメリカからの調達に依存するため、メンテナンスに費やすコストも実質的に抑えられるかどうかは、不確かとも言える。
一方で製造元であるロッキード・マーチン社は戦闘機を1時間飛行させるのに必要なコスト低下を推進しており、ペンタゴンの報告でも確実に低下したと発表されている。ここでは F-35A 戦闘機の飛行コストは以前の F-15 戦闘機と比べてもすでに安価であるとも報告されており、F-16 戦闘機に比べれば高価ではあるが確実に省力化が進んでいると言えそうだ。ただ、多くの国で、すでに自国のみでの戦闘機開発費用が、捻出できない状況を鑑みると、ますます、日本も、自前での F2 戦闘機の後継機製造からは、遠のくとも考えられる。軍需という分野でもハイテク化が進む、一方でこうしたコスト面の、課題が、大きな比重を占めるというのは、一層のアメリカ依存を進めるというリスクも内包している状態だ。こうなってくると、来たるべき第6世代戦闘機の姿とは、ますます省力化を推し進め、無人戦闘機を従える一部の有人機という形にならざるを得ないのではないだろうか。アメリカの無人偵察機グローバルホーク1機が現状では1機約170億円とも言われているが、現在実証実験中の無人戦闘機は大幅に安価な3億円とも報じられているからだ。そうなると戦闘機と爆撃機という役割分担ですらもなくなり、超長距離を目標に向かって飛ぶ究極の巡航ミサイルへと行き着いてしまうのかもしれない。ちなみに、航空自衛隊の F-35A 戦闘機の墜落事故の原因は判然としていないが、無人となれば、こうした墜落の人的損耗もなく、むしろ、仮想敵との衝突が増える可能性もないだろうか。そうすると、技術の進歩が実際の戦闘を減少させていた現状がある意味で直接的な武力衝突に回帰しかねないとも言えそうだ。今は敵の攻撃を避けるためのステルス技術が各種の兵器に必須の要件となっているが、このような状況を覆す可能性と低コストを兼ね備えた無人化が起こるのかもしれない。そうなると、果たして、兵器のコストダウンはいいことなのか、また、何が有効と言えるのか、なかなか判断がつきづらい状況の発生も懸念されるだろう。今までの防衛省が単価を発表することはなかった。防衛装備品について、今回、大きく単価表が公表されていたので、紹介したい。日本で製造するものと、米国から購入するものとでは、大きく単価が違っている場合がある。まずは、ちょっと説明をしていくとしよう。今までは推定での話だったのだが、これで今までの米国から装備品を購入するときは米国との一括注文で大量契約コストダウン、調達価格を下げている状況です。これを対外有償軍事援助 FMS 方式という。ここには米軍のサポートと訓練が付属する。これが今までのセット内容になる。国内生産ではそこまで単価って変わらない気がしているが、やはり米国を通して購入する装備品は価格が変わってくる。これで単価がわかる時代へ。今までの価格は想定だったのか、まだまだ気になる機体も多くある。じっくり見ると単価が
これほど高額だとは防衛費が上がるのは仕方ないように感じる。もう少し防衛予算を増やしてくれるとありがたい。